芸能人の皆さんにサインはつきものですね。でもこれって一体なんて読むのかなとか、漢字なのかローマ字なのかわからないなんてことがよくあります。皆さんはどのようにサインを考えたのですか。とっても興味があります。サイン、サイン、はいはいはい、うん、どんなサインですか皆さんは。あ、書きましょうか。書いてみて、書いてみたらいい。台本の裏にね、はい、皆さん、はい、はい、そういえばみんなのサインとか見たことないな。ないですよね、だから。そうですね、なんかサインちゃんと書くて恥ずかしい。恥ずかしいですね。発表会発表、はい、恥ずかしい。え、皆さんやっぱ自分で考えるんですか。まあ、考えるも何もないぐらいのサインやもんな。へー、初めて見たな。はい、お互いのサイン。へー恥ずかしいですね。なんか恥ずかしくないですか、サインって。見せてくださいよ、高橋さん。ああ、高橋さんのやつ、はい。まあ、お前なんか、どんなプロ野球選手のサインみたいな。せやな。なんか、埼玉ライオンズみたいな。そう。野球選手も硬いよ、なんか。ハートとかかけよ。もともと、なんか、花とか。全然違かったんですよ。なんか、顔、横顔とか書いちゃったりとかして、うん、で、横に南ってローマ字で書いてあげる、下に高見だってひらがなで書くっていうのものすごい手間取っちゃってたんで、どうしましょうっていうのを、あの、西川さん、あの、どうもと、まで話してたら、あの、どうもと小石さんが、あの、これでいいじゃんって書いてくれたのが、方角のサウスってあるじゃないですか。あ、南やな。あ、そうです。そういうこと。方角の十字架で、S でいいじゃんって言われたんですよ。うん、ああ。で、でも、それだけでちょっと南っていうのが丸消しなさすぎるんで、うん、S にプラス M を書いたっていうのが、私の今のサインです。はい。T に、S に、その流れで M です。で、リボンよくつけるんで、リボンつけました。ああ、そう、リボンね。はい。それが私の今のサインです。はい、あ、後ろに、あ、上にちゃんと AKB って書いてる。AKB って一応書いて、はい、分かりやすくします。本当だ。はい、あ、ちゃんと書いてる。哲也さんのサイン貴重じゃないですか。見たことない。もらえない。見たことない。ほんま？見たことない。はい、どんなの？ラーメン屋とかにあんまり飾らないでしょ。あんまり飾らない。激怒は。そういう時は、はい、お店には飾らんといてくださいね。あ、なるほど、なるほど、なるほど。ちょ、見して見して見して。ねえ、見たいです、見たいです。え、こんな、こんな。かっこいい。ああ、かっこいい。ああ、雰囲気、すごい。上のラルクの、ラルカンシールの文字が。あ、はい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 。すごい。へえ。まあ、箸って書いた感じですよね。さささささっとね。はい。うん。でももう、なんか、サインなんて、うん、考えたこともないときにサインくださいって言われて。サインって最初そうですもん ね。最初言われるタイミングってそれぐらいですもんね。はいはい、え、サイン、うん、サインなんて俺ないけどとか思いながら、なんか、いや、しゃあないなと思って適当に書いて、うん、なんかこんな感じに落ち着いた。ああ、なるほどね。いくつかで経てね。いつかのバージョン経て。そう。なるほど、なるほど。へえ。